はい、今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、黒猫ことチューニーと、白猫のいろはです。はい、よろしくお願いします。今日は高めですね、テンションね。え、担々麺。はい、高め高め。あ、高め、担々麺じゃない、担々麺。うん、高め。はい、いつも高めで頑張ります。はい、ですね、実はですね、この前あの極み祭り、極み祭があったんですけど、あ、モンストですね、今日はモンストでやろうと思うんですけど、その極み祭であのガチャをしたら、あのその出てくるキャラクターがレベルがマックスで出てくるっていうお祭りガチャがありまして、でそこでですね、あの皆さんおなじみのですね、あのはちょっと外れキャラなのかな、あのジョン万次郎っていうね、キャラがいまして、ちょっと今日はそのジョン万次郎に活躍してもらおうと思ってます。はい、じゃあいろはちゃん、ちょっとうん、つなげる、うん、つなげてもらっても良いですか。はい、オッケー。うん、ちょっと待ってね、うん、もうちょっと待ってね。はい、というわけで今日はエメラルドドラゴンに行きたいと思います。はい、はい、はい、エメラルドドラゴンが、ちょっと今ね時間ないんでサクサクっていっちゃいますね。あと1分だから、やばい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 、ちょっとどうしようかな。バリアがいいな。時間ない、時間ない。やばいやばいやばい、59分だから今。じゃあちょっと約束したんですね。倒せるかな。すごいギリギリ、1分前に始めるっていう、悪い1分前です。はい、ちょっと言ったからね、あのね、なんでエメラルドドラゴンにあのジョン万次郎を連れてったかっていうと、あのジョン万次郎がですね、鉱物キラーなんですよ。あのまあ石キャラみたいなね、石キャラ、硬いの、あ、硬いの、硬いのが得意なキャラでして、でこのエメラルドドラゴンが硬いんですよ、鉱物なんですよ。なんでちょっとストライクショットをですね、必殺技をですね、ジョン万次郎のこのエメラルドドラゴンに当てようと思います。どんぐらいダメージいくのかっていうのを見てもらいたいと思います。この開国スクラッチっていうあのストライクショットがですね、ヒットした敵の残り HP の 25% ダメージって、だから4分の1にするっていうやつなんで、ボスの、まあ、最後にですね使えたらと思うんですけど、意外とエメラルドドラゴンね強くて、あのさっき究極言ったんですけど、ちょっとあの万次郎だとあの私下手くそに辛いんで、あの極みにしたんですけど、ちょっと極み初挑戦でもしかしたら倒せないかもしれない疑惑で、頑張れ、うん、頑張れということで行ってみたいと思います。行ってらっしゃ い、 はい。このおりょうちゃんがね、すごいね、スタイルがいい、あ、すごいね、しっくじった、この加速しくじった、めっちゃしくじった。おりょうちゃんがね、重力バリアとアンチダメージウォール持ちなんで、うん、重力バリアってここのあれですね、うん、敵の周りにあるバリアなんですけど、あの動きが遅くなっちゃうバリアですね。これとダメージオール両方対応してるんで、このクエスト結構いい感じです。あとこのテキーラちゃんですね、テキーラちゃんも重力バリア持ちなんで、バリバリやろうかなと。これがね、ジョン万次郎なんですよ。ジョン、なんかドレッドみたい。あのジョンがね、ジョンをレベル70にしてる人がまず少ないんじゃないかっていうね。さっきもエメドラ来るってしてすごい頑張ってあげたんですけど、この丸、ちっちゃい丸がですね、このエメラルドドラゴンについてると思うんですけど、見分かる？真ん中にさ、クリックリって回ってる、はい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 、これはなんかあの、弱点、この人の弱点ですよっていうやつ。まああれですね、この重力バリアなんでちょっと強化できなくて辛いですね。この、ちょっと、スマガちゃんの重力バリアはコンボって言ってレーザーが秒で出たりするが結構発生するので、結構ね、爆発キャラがいるとね便利だなって今更ながら思いました。
なんかね、このリドラちゃんが結構ね、強くてね、レーザーで。そうなんですよ。なので結構、究極とかだと早めに倒せないと、そうなんですよ。でも、極みだとね、いけそうですね。なんか、デジショットミスってさ、すごいさ、なんか下手くそ みたいな、下手くそなんだけど、下手くそな人みたいになってて、ちょっとなんか嫌だ。ちょっと、良くないねみたいな押さえとね、地味にへこむから。やめてほしいな。なんかね、テキーラちゃん、ちょっといいよ、後で。なんかね、この間ね、テキーラちゃんが出る、もうこれっていうやつがあってね、やっぱりやってたんですよ。あ、そうだね、多分。モンスターコレクションかな、いや、ホント X じゃないね、なんか。モンコレの報告もさ、近かったから結構ね、あったんだよ、ゆうちゃん。ちょっとね、今趣味だったからさ、駆け込みで駆け込み、100万円エメラルドドラゴンだからさ、間に合ってよかったね。もうね、岸田先輩のこのプラズマね、わかる？岸田先輩に当たるとプラズマってビーってやつがあって、それの間に挟まった時にすごい攻撃をね、食らわせられるっていう。すごいんですよ、もう品田さんはね、本当にね、何でも連れていけるね、超ね、安全キャラ。品田さんって誰？このね、緑が嫌われてるんですよ、なんかこう、なんか品田姫っていう、なんだろうね、日本の、そう、神様じゃないかな。なんか強いですよ、昨日降臨したんですけど、全然倒せない全然倒せなかった。そんな倒せなかった。でもね、本当に欲しいんだけど、でも全然倒せないんですよ。何回くらいですか？3回ぐらいかな。超頑張ったんですけど、負けたんですよ。全然シールになってた。ここにいい位置いると思うんだ。この万次郎。万次郎カンカンできる位置にいていい感じだと思う。来ましたよ、万次郎。動物キラー簡単タイム。どれぐらい来たな、ダメ。あー、21万。まあもう、でもやっぱキラーだから強い方じゃないかな。これで20、あ、これで2、同じぐらいですね。今、この弱点にヒットしたから結構すごい。あ、来た。逃げちゃったよ。13ターンでスピードクリア。倒せるかなーっていうか、あれですね、このジョン万次郎のストライクショットがあれなんですよ、キャラ2人分しか動かないっていう、なんかわかる、普通移動距離がね、ものすごい短ちっちゃいんですよ。だからね、その発動できるタイミングにめっちゃ近くにいないといけないっていう、エメラルドドラゴンがビームが斜めなんですよ、なんで基本的には上か下か右か左か、まあ、この十字のところにいないと、このクロスレーザーはね、引っ張っちゃうんですよ。でも極みなんでね、そんなに気になっちゃうかな。これ、ね、残り HP の 25% ってさ、この出てるゲージのことなのかな、わかんない、わかんない。敵のゲージもさ、今結構あれかな、今気が強いとした、気が強いから、まあそうだね、弱くはないちょっとダメージ、あ、ほら結構きてる、もうまた逃げちゃった。あと3回、あと2回ぐらいに、まだそんなに、こんな感じにする、でも最後はみんなでこうストライクショットを使える。結構が少なくなったね。このね、スターも究極だとね、めっちゃねいるんだけど、
モンスターがね、結構爆発が強くて、ゲージショットを成功するとできなくなっちゃう。なんであのゲージショット失敗して突っ込むと結構あの痛かったんだけど、この子は普通にやって、キラちゃん下に行った。この子が当たるとやばいと思う。当たる、おー、そうだね。結構やばいんだね、これ。やばいよ。めっちゃやばいよ。笑いみたいな。284! ほら、ギリギリ？めっちゃギリギリだよ。やばい、見えないぐらいだよ。オーケーボーしないの？じゃあやっちゃおうかな。負けたら面白いな。しかもなんか、ジョン何で使えてないジョン。あ、いいね。危ない。280危ない。キラちゃん突っ込んじゃったの。私が下手くそだから申し訳ないの、キラちゃん。あ、これジョン万次郎ポジション来たじゃないですか。おー、めっちゃ近い。ねえ、来たね。これしかもさ、テキーラちゃんでさ、当たんねえかな、当たるかな。慈悲の光よ。お、当たった。テキーラちゃん当たると、うん、この、あれが出るんですよ。弱点が出るんですけど。三角の。そう、うん、これ25%、ね、25% か。とりあえず行ってみます。ジョン万次郎。これ面白いんだよ、うん、あのストライクショットのコメントが浮いてて、はい、調子はどうだい、ストライクショット。おお、見た、結構減ったよ。もう減った減った。調子はどうだい、ストライクショットってなっつっていう、あのもうそれだけです。それだけ言ってもそれだけ。いやー、よかった、これは倒せそうです。誰だろう、ジョン万次郎。うちの時代だ。そういうのを使いたいと思います。山本くんぐらい、山本くんぐらいかな。やったー、どうしたー、やったー。途中めっちゃ危ない。危なかったね、しかもスピクリは伸ばした、うん、でもいいんだ、私ジョン使えたからいいんだ。ジョンがどんぐらいだったかちょっとちゃんと見逃せちゃった。しかも落ちない。はい、いやー、よかった、倒せて。しかもジョン使えてよかった。あ、でもドラゴン出てこないの。あのね、そう、あの極みだとドロップ率がね、うん、究極より低いんで、うん、出ない。せっかく来たのに。そう、はい、じゃあジョン行きます。ジョン再放送ゴー。いや、ジョンねいいポジションだって。これ本当にあのキャラ1個分しか動かないからさ、うん、今ゲージショット頑張ってます。本当だ。調子はどうだい、ストライクショット。ストライクショット、もう180万ですかね。これってどのぐらい。え、結構いったと思う。結構いった、うん、削ったから。ビューっていった。うん、というわけで、はい、というわけで、今日はジョン万次郎の奇跡の開国スクラッチ開国スクラッチをあの鉱物キラーに使ってみた編でした。結果180万ダメージ食らわせました。頑張った。あまりね、ジョンをね使ってる人、あ、まあ、もしくは育ててる人いないとは思うんですけども、もしあのエメラルドドラゴンとかね、あの鉱物の敵に使える時があったらね、うん、連れてってみたらあ、ちょっと笑えない、このなんかストライクショットなんかダヨットみたいな感じだ。え、あ、万次郎が、あ、がそこに積もってるのね。そうそうそう、チェリーさんがそこに積もってたの、どこに積もってるのかなと思って、うん、
なんか割と嫌いな、そうあのね見た目全然好きじゃないんだけど、うん、なんかこうなんか出てくると笑っちゃうので割と嫌いなキャラじゃない、そうそう愛嬌があるんでなんかもしよかったら連れてってあげてくださいはい、ではモンストエメラルドドラゴン極み攻略でした。じゃねー、じゃねー、あ忘れた、あ忘れた、ツイッターやってます、あとね、うん、なんだっけ YouTube もね最近コメントちょいちょいくれる方がいるんですけど、あのコメントもねぜひいろいろ今んとこね全編集で返してるんでコメントください、よろしくお願いします、お願いします、じゃねー。